モスクワから100キロメートル離れた地点でガイガーカウンターを確認した。どういうわけか数値は全て安全域だと示した。信じられないくらい嬉しいはずなのに、皆そうは思えなかった。全員次に何をすればいいのか分からず混乱していた。僕は答えを待っていた。つい先日まで絶対的な信頼を寄せていた司令官の口から説得力のある言葉が聞けること。暗い顔をしてどうした？我々は岐路に立たされています。みんな思っているでしょうが、我々はこれからどこに向かうのでしょう。そうだな。お前が何かいい考えを持っているかと期待していたが。それでお前のカウンターは正常なのか確認したのか？ちゃんとしたわ。安全よ、ステパンもね。マスクなんて必要ないわ。そうか、奴らは正しかったのか。一体誰が言ってたのよ。どうして答えないの？私たちを殺そうとしてたのは何者なの？なぜ父さんに銃を向けるの？分かるように説明してよ。また爆弾並みの衝撃があるかもしれんが、戦争は終わっていないんだ。終わっていないってどういうこと？最後まで聞け。大部分の都市は破壊された。その他の地域はおそらく敵の占領下に置かれているだろう。さらなる核攻撃を避けるために司令部はある作戦を実行した。死んだふりをしたのだ。無線の電波を外に出さないためにシールドシステムが構築された。モスクワ近郊を網羅する妨害電波ネットワークだ。あの無線オタクたちの頑張りのおかげで俺たちは何十年もミサイルの脅威から守られていたんだ。そしてその妨害装置の一つがここにいる者の手で無効化された。なぜもっと早く言ってくれなかったの？アルチョムが無線機を持って地上を探索してたのを知ってたわよね。言えなかったんだ。このことを知らされたのはほんの半年前だ。口外すれば死を与えるという条件付きでな。それで人々には気象レーダーだと伝える必要があった。失礼ですが、戻ることができないとしたら前進するしかないんじゃないですか？考えがある。だがアルチョム、このまま黙っていても拉致があかん。暇ならお前は無線をチェックしてみろ。ここなら妨害電波は及ばないはずだ。ガタガタ言わずやってみろ。通信を探すんだ、箱舟からの。これでなぜ我々が司令部にとって裏切り者か分かったか。我々は妨害装置を無効化し、護衛を殺害し、警備車両を破壊してモスクワから脱走したんだ。判決が明らかなのに裁判など必要だと思うか。もう戻ることはできない。つまり我々は前に進むしかないってことだ。司令部って一体何の話よ？モスクワ防衛司令部だ。姿なき監視者について聞いたことはないか？そんなのただの都市伝説でしょ。違う、それこそが司令部だ。そいつらの保身以外のことに興味があると思うの？それと箱舟って一体何？アルチョムが信号を探知できれば全てわかる。見つからなければ話すことはない。その箱舟が見つかれば全てうまくいくってことなの？そうじゃない。他に考えがあるから言ってみろ。全員を敵に引き渡すのか？そりゃ明暗だな。全員候補最終決定待て、今のは何だ？コード18111-79みんな聞け。18-5繰り返し、候補最終決地に集合せよ。集結地の座標はコード18111-79。エリア18さっきの座標はどこだ？ここから相当遠くないな。ヤマンタウさんだ。
ここからのルートはこうだ。ここが目的地だ。で、これが父さんの考えってわけ。そうだ、その通り。箱舟プロジェクトは壮大な地下都市だ。膨大な数の店、機材、専門家がいる。モスクワ防衛司令部の本拠地で国中のトップが一堂に会している。すでに復旧作業に着手しているはずだ。彼らにモスクワは生きていると伝える。希望が見えてきたぞ。これで全てが変わる。わかるか。戦争を生き延びた全ての者の新しい人生が始まるんだ。素晴らしいですね。ところで、そこに独身の女はいるのか。傑作だ。そうだな。ではせっかくだから、ダミール、あれを持ってこい。あれって何です、大佐。お前の水筒の中に入ってるあれだよ。気づいてないとでも思ったのか。ああ、あれですか。ちょっと待ってください。聞き間違いかと思いました。酒かな。ウラルまでの道のりは長い。まあちょっとくらい楽しんでもいいだろう。せめてこの鋼鉄のデカ物に名前をつけるとするか。それはいいわね。アンナと名付けてコキ使ってるのか。ふざけんな。ダーシサイドってなのか。ほらあるでしょ。オーロラっていうのはどうだ。古代ローマの女神の名前で、その悪くない、気に入った。あ、美しい名前だ。悪くないが、何を言いかけた。後で話すよ。決まったようだな。オーロラに乾杯。はあ、アルチョム、地図を見てみましょう。よし、ほろ酔いになったことだし。イエマーク、全速力だ。行け、全速力だ。結構遠いわね。一体どれくらいかかるのかしら。でも絶対たどり着いてみせる。これで広大な世界に出発だ。あ、離れられた。一気に話が進んだけども、まあつまりはモスクワで起きてた、まあ、前作までの闘争だとかは、まあ、本当にモスクワに限ってた戦争の話であって、実際にはね、世界はまだまだ戦争中でしたっていうことで、ああいう妨害電波装置があったことで、少なくともモスクワはまあメトロ生活になるのはどうしようもなんないけど、ある程度平和に保たれていたと。で、結果的にそれ壊しちゃったんで、モスクワの人たちからはもう敵に回される状態であると。だからもう前に進むしかありませんと。ここからね、旅が始まりますと。で、とりあえずはこの機関車がしばらく旅のお供になるわけだ。寒そう。2033の頃のお話だね。いや、景色がね、結構豊富。いろんな景色が見えてくるが、まあちょっとしばらく移動に時間がかかるっぽいから散策だね、この辺を。準備しまえ、帰る
アルチョム、ちょっといいか。はい。タバコ。アルチョム、済んだことは仕方ない。もうお前が外に行くことを決めたし、そう、お前には隠してきた。我々以外にも生存者がいるということ。だがそもそも私が知ったのはつい最近のことだ。これは国家機密だ。わかるか？私が知らされたのは D6 での戦いの後だ。戦争が終結してない以上、油断させてはならないという意図だ。私がショックを受けなかったと思うか？何のために人々は死んだ？何のために私は足を失った？だが私は受け入れた。戦争が終結してない以上、秘密は守らねばならん。犠牲になった者たちを理解してくれるはずだ。だからお前も、お前は人々を破滅に導くところだった。お前は腐ったりのプロメテウスみたいな奴で、裏穴から人々を救い出そうとした。お前の行動で誰かを救えるとでも？あの妨害装置で、モスクワが壊滅していないと知られたら、ミサイルが撃ち込まれたらどうする？私は脱走兵ではないし、あいつらのようにはならない。私は全ての責任を負う覚悟がある。もし私の過ちが許されるのならば、喜んで責任を負おう。私たちはつまずいた走者みたいに、今まで以上に速く走り続けないとならない。バランスを保ちつつな。二度とつまずかせない。分かった。とにかく少なくとも目的地は判明した。だから中に戻り地図を見る。ルートはもう明らか。申し訳ねえ。それを信じた。ああ、イェルマークもちゃんと乗ってるというか運転中か。まあ地図はわかるんだけど、どこを走ってるんだ今。それがよくわからない。ただまあパッと見世界は広いということがわかる。イェルマークが何か語ってるけど。いや、アルチョム、俺の目から見るとお前のおかげで大佐は目指すべきゴールを見つけたようだ。俺たちは全員 D6 でのお前の戦いぶりを覚えてる。だからこの先どんな困難が待ち受けていようと、決してお前を捨てはしない。信頼してくれている。よー、アルチョム。あ、デュークか。俺らに乾杯するなら俺も呼んでくれよ。俺はまだダークサイドの方がいいと思ってるからね。ああ、変わってあげちゃった。それじゃ頑張れ。正直に言うと、あなたが必要だった。この作業の唯一の隙は今が冬だってことを忘れるのか。ちょっと僕も疲れたんで変わってもらおう。これ自分でやったら到着が早くなるとかってやつかな。そうそうそう、知ってる人物がいるとしたら、あとカーンとかがいたけど、カーンって今作も出んのかな。ああ、なるほど。何年も地下で過ごした後に吸った地上の空気は信じられないほど新鮮で刺激的だった。だがみんなを喜ばせたのはそれだけじゃない。ウラルにある政府施設からの無線を傍受し、目的地が定まった。20年間僕たちは政府も軍の最高司令部も壊滅したものと思い込んでいた。それが実際にはまだあった。市民がメトロで飢えをしのいでいる間、彼らは何をしてたんだ。ヤマンタウに着いたら彼らには聞きたいことがたくさんある。到達できたらの話だが、この国の施設は敵に占拠されてるとミラーは言う。
僕らは目的地まで戦い抜かなければいけない。この小部隊で占領軍を相手に、翔さんは、それに答えは見つかるのか。ボルガ川、つまり今のところがまあロビー画面みたいな感じで、ああいう風に地図を見てズームしたら次のお話に進むと、多分今後もそういう形でストーリーが進んでいくのかな。あ、ロードが終わってないっぽい。で、これで、あれだ、ちょっとしたオープンワールドみたいなフィールドに、まあ、次から次へと進んでいくと。で、確か、以前通った場所ならまた機関車を動かして、以前行った地域に戻ることもできるらしいんで、まあ、もしもなんか、取りこぼすアイテムとか、そういうのは特にないと思うけど、それで戻ることもできるというわけね。結構ロードが長かった。寒くて凍えてるんじゃない？ほら、少し温まりましょう。無事にヤマンタウまでたどり着けると思う？父さんの頭の中はそのことでいっぱいよ。許してもらうにはメトロでの生活に戻らなきゃいけないのかも。あなたがいつも逃げ出そうとしていた場所、考えてみたら私はあなたを信じてなかった。でも今は目の前にある霧の先に新しい人生が待っているんじゃないかと期待してるの。それはそうと、もうすぐ橋に着くわよ。橋って危険そうなイメージしかない。やばい、えなあ、ちょ、ああ、やっぱりこうなるの。ただの見張りだ。やつらは誰でも使う、女でも子供でも。大佐、本当に見つけられるんですか？確かなことは言えないが、もっと早く遭遇すると思っていた。あのトロリーは橋に向かってた。おそらく要塞化してるんだ。一見平和的に見える集落と水上の境界、情報が必要だ。アルチョム、お前の地図に印をつけた。そこへ行って橋に関する情報を集めろ。捕虜が取れれば理想的だ。アンナ、援護してやれ。イエスさん。自分もアルチョムと一緒に行ってもいいでしょうか？ダメだ。今の状況を把握するまではオーロラから離れるな。この二人なら大丈夫だ。地図。イエルマーク、どれくらいで修理できそうだ？わかりません。診断を確認しないことには少なくとも丸一日は必要です。すぐに取り掛かってくれ。なるほど。みんな準備を始めろ。アルチョム行きましょう。よし、冒険だ。防衛線を張れ。リュウク、正確な位置情報が必要。アルチョム、リュウクを忘れるなよ。新型だ。言うならば持ち運べる作業台だ。説明書も入れておいた。センキュー。残念ながら素材は自分で探してもらわにはならんがな。行きましょう、アルチョム。気をつけ。はいはい。言っちゃなんだけど、ずいぶんと脆いバリケードだったね。そしてあの連中、軍人には見えなかった。ただの老人だった。おお。気をつけていけよ。そうそうそう、これがカスタム要素だ。ちょっと後でよく見てみよう。同じ言葉を話す者ですら味方とは限らない。
洗脳や恐怖心のせいで。わかったか。ああ。金の音を聞いた。彼ら私たちのことを警戒しているみたい。敵に支配されているのかも。捕虜にされているとか。広大だ。あ、アナ。今のは楽しかったわね。いや、何がいいかって、フィルターの残量を気にする必要がないのが。ねえ、今の何？いいんだけど。ちょっと見てきてくれる？私がですか？はい。なんか入ってる？ん？あ、この辺がいわゆる素材アイテムだね。ちょっともう一回チェックしてみよう。武器をね、結構好きなようにカスタムできるみたいなんで。カラシニコフとリボルバー。これリボルバー？あ、リボルバーだ。クラフトができるんだ、医療キット。分解という選択肢もあるんだ。で、投げナイフ。あ、ごめんなさい。ちょっとバッグいじってるんで。投げナイフはまあ作っても損はしないな。で、あ、今のところこれを所持してるんだ。サプレッサーかショートバレル。なるほど。この辺は素材集めをはかどらせて、自分のお気に入りの装備を作るのはありだわ。ん？動きそう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 。動かなかった。動いた。え、そんだけか。あ、この辺もちゃんと見て回収しないとな。そうそう、クラフトができると。治療キットは大切だ。フィルターは今のところ必要ないね。デコイデコイ、オッケー。ちょっと物を見かけたら積極的に回収しないと。あなたが探索している間に周りを見てきたわ。あの電波塔は狙撃ポイントに持ってこいだわ。行きましょう。電波塔、あれか。いや、今ね、ストーカーってゲームもやってるんで、ストーカーってゲームがめちゃめちゃ綺麗になったような感覚がある。あ、セーブは OKOK。 手動ね。見て、ウサギよ。ウサギ、おう。メトロの世界でそんな小動物と遭遇するなんて思ってもいなかったけど、ひたすら核で崩壊した世界が広がるだけだと思ってたんだけどな。ちょっとこのお家見てこよう。これ、アンナ勝手に進んじゃったりしちゃうならちょっとやめとこう。あら、ボートよ。泳がなくて済むよね。この辺りの人はボートで移動してるんだわ。ナイスボート。オーケー、アルチョム。あなたがボートで教会に向かっている間に、私はここに登るわ。オッケー。待って待って待って、でもあなたがそこに留まってくれるなら、ちょっと私は、乞食なんで、この辺の、
小屋にアイテムがないかを点検したいです。ネズミ、結構事細かく回収できそうだね。この辺を、まあ、序盤のうちにたくさん集めておいて損することはない。おーおーおー、ワイルドすぎん。ちょっとこっちの方見とこう。でもこういうね、広大な世界で素材集めとか最高すぎる。でここ調べようと思ったけど入れない感じが。入れるね。アルチョム、てっぺんに着いたわ。いい眺めよ。早い。ちょっと私はボートすら漕いでないんでちょっと待ってもらえるかな。ホーン、この辺は回収できないのか。おお、物品回収。アンナ、アンナどこ行った。アンナその辺にいる。こっちの小屋はどうだろう。防具とかも作れたりすんのかな、素材次第で。お？お？これは。ああ、なんかこの横にマガジンがつくタイプの武器、どっかで見たな。っていうかまあ、前作、前々作で見たな。バスタード。うん、まあただサプレッサーがつかないみたいだから。待ってよ、解体とかってできんのかな。武器の解体はない感じかな。ない感じか。あ、なるほど、解体というよりはもう置いてある状態の武器から回収する感じだ。じゃあこれで、オッケーオッケー、この辺は慣れていかないとな。でジャーナルはこれで開いて、マップとバッテンついてるところが境界で、ひっくり返してジャーナルと。よし、それじゃあなんか最後の方ちょっと散策ばっかりしちゃったけど、今回この辺にしよう。多分こういう感じで機関車を進めさせて各地をこういう風に巡って話が進んでいくんでしょう。なんかいるよし、それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。